はいここはつくばサーキットですが今までドリフトマッスルでおなじみのドリフト競技なんですけど今年からドリフトキングダムという名前になってまた新たなスタートを切るということでやってきました。まずあの土屋圭一さんにですね この新しいドリフトキングダム今年どんな感じで運営をされるのかちょっとお聞きしたいと思いますいかか。がですかまあどんな感じでていっても、まあ、ヨーロッパの皆さんから「そのドリフトマッスルって何だ?」っていうね意味が分かんないっていうから「その世界にわかるようだな名前にしたら」って言うから「キングダムでしょ」っていうなんかやっぱこうドリフトの王国みたいな。<laughs> それだったら、<laughs> ななんかか誰でもわるだろうみたいなねマッスルってお前筋肉って分かってるって言うからそんなこと分かってるよみたいなだからやっぱりそういうので世界に分かるように分かりやすいドリフトの王国っていう。なるほどね、はい、いやーすごい名前だしあのねじゃあ世界とこういろんな面でこう共通でいろんなことが行われるということですかそうですねもう世界の FIA で公認されましたからね昨年。はい、ということでやっぱり世界に知ってもらうためにも分かりやすい名前の方がいいかなと思います。はい で隣にいらっしゃるのはまあなんと松田ダスゴ選手ですけども、まあスーパージュリと違ってこのドリフトの会場に似合ってるような不釣り合いなような本当はドリフト大好きなんですよね。大好きですね。あの普段やっぱり速く走らすためのドリフトっていうのは結構僕も練習であの普段やってますので、まあそこをやっぱりねあの千佳さんは速さもあの見せるあのこの競技っていう意味では。 あのすごくねあのこの審査員に呼んでいただけて本当にあの光栄だなと思ってます、まあ、あの審査員ということで、えー、どんな点がやっぱり一番ポイントになるんですかうんやっぱりもうここまでね世界的に今43カ国でドリフトのイベントやってますから見る側がちゃんとした目で見ないとねそういうところではやっぱり松田杉雄っていうのは日産のワックスドライバー、まあ、第一人者ですよね日産のもうエースですからで今までの実績もあって。 やっぱこうモーターータスポーツとして見て見くれるでラインだとか美しさだとかやっぱり自分が一番走ってるから分かってるわけじゃないですかそのやっぱり松田継男が持ってるその感性をドリフトでその美しいラインだとか音だとか迫力だとかでどういうそのアクセルの踏み方をしているのかっていうものまで松田継男の目で見てもらいたいな。 プロの目で、ね、だからやっぱりやる側もやっぱ真剣にやってますから皆さんそういう思いでやっぱこっちもね真剣に見なきゃいけないっていうだからまあ僕1人だとどうしてもやっぱりね見落とすところもあるしそういったところをやっぱ松田次男と2人でしっかり見,見ていきたいなと思いますあの、まあ、ウェブカートップのご覧の皆さんにこのドリフトの面白さを松田選手からちょっと語っていただけますでしょうか。 そうですねあの。もちろんね、あのドリフトって結構、入りやすいと思うんですよね、例えば、ね、サーキットでいきなりタイムを出そうとかってなると結構、敷居が高い部分があると思うんですけど、まあ、ドリフトはね、本当にあの車のコントロールっていう意味ではこれができればね、基本的にはタイムをあの出すあとスピンした時の対処も。 あの基本的にはできるので、まあ、僕もあの実際にドリフトの、ね、練習し始めてから GT でのねその伸びしろっていうのはかなり上がってるので、まあ、そこをね是非ねあの皆さんねこう簡単に入りやすいようなあの状況にねあの、まあ、こういったあの競技もそうですけども、まあ、楽しんでいただける。 あのこのドリフトキングダムにしていきたいなというふうに思います、ねはい、それじゃあの今年から始まる新しいドリフトキングダム楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。